We humans are always forced to choose yes or no while we live in our life. So we are when we see a UFO. Mr. Yuichiro Iwasaki sent me a photograph captured in street view of Google Earth and asked me to examine it. Watastajinien wa izmo ma UFO で会うのか、UFO でないのか、水戸市在住の岩崎雄一郎さんがこんな写真を届けてくださいました。Google Earth のストリートビューで偶然見つけられたものです。で、それを検証してみてほしいと。広志林浜マ City Japan そうかな、そうかもしれないよというような 心の余裕がない。それが否定派の人たちの特徴ということになるのではないでしょうか。まず否定ありき、あとは何でもかんでも理由をこじつけて否定する。例えば、この写真なんですね。これは岩崎さんが偶然 Google Earth のストリートビューで見つけられた、まあ、ものです。その上空に黒い物体が映っていました。で、これは何かということなんですね。 多分これ、否定派の人たちでしたら、虫だ、虫だと言うでしょうね。まあ、確かに虫が飛んでいるようにも見えるわけですけども、拡大してみますと、岩崎さんがおっしゃるように、球、え、形、ー、の物体が2つくっついているように見えると。それは横浜上空に現れた UFO ですね。山本太郎さんたちが乗っていたヘリコプターから撮られた UFO ですけども、それに似ていると。そして、えー、四方に どうやら4本の棒のようなものがついていると。まあ、これを虫であるかないか、あるいは UFO であるかないか、つまりですね、イエスかイエスでないか、ノーであるかノーでないかというまあ選択で悩むわけです。まあ、皆さんの意見はいかがでしょうか確かに球体が2つくっついているように見えますね。そして4本の棒が伸びているように見えます。 何でしょうかということなんですけどもね、最後にアンケート用紙をくっつけておきますので、皆さんの意見をお聞かせください。みんな山本太郎さんたちが乗っておられたあ参議院議員のですね、山本太郎さんたちが乗っておられた UFO、ヘリコプターから撮られた UFO の写真です。皆さんの判断はいかがでしょうか ?UFO か UFO でないかということになりますね。それでは皆さん、バイフォーナウ sphere shaped ufo's have been spotted by many people in the world or even at the iss as well as on the moon some eyewitness stated that the objects were moving very fast they move so fast that they seem to be almost impossible to catch them with naked eyes and here is my pleasure to show you the one again Captured over Yokohama and UFO which was flying so fast.QKUFO は世界中で広く目撃されています。月面でも、そして国際宇宙ステーションでもです。QKUFO の特徴は、その飛び方が大変速いということです。人間の目では捉えられないほど速いと私は考えています。 横浜上空に現れた UFO を改めて皆さんに紹介します。広 i r o s h i h a y a s i i s s 国際宇宙ステーションではですね、いろいろなタイプの UFO がカメラに撮られています。えー、固定カメラがありましてね、えー、その固定カメラで撮られた映像がですね、地上へ、まあ、ストリーミングで 流されていたわけです、すこれもその中の一つなんですけども、えー、この右の方ですね、矢印のところに注意してください。ここに点が現れて、そしてそれが左の方に飛んでいきます。で、その点が3つ現れて、そして左の方に消えていきます。まあ、こういう風なんですね。そして、 この同じ UFO を、ね、別の固定カメラ2台がですね、捉えていました。今度は右の端の下の方を見てください。この辺りですね、まあ、2つ飛んでいきます。そしてもう1機、その下の方を飛んでいきます。3機ですね。そして、まあ、ISS の影に隠れたと。で、もう1台のカメラもその UFO を捉えていました。 ここですす、ね。ね。拡大してみます光ですから、まあ、丸く見え,ます見えるわけですけどもねだから球体ということにはならないのかもしれませんけどもまあともかくも見た感じ球体に見えるということですねで今度はですね最初のシーンを3倍スローで見ていただきます ゆっくり地球が回転しているわけですね。そして、もう少し後に見えてきます。3倍スローにしてあります。そして、右の地球の端あたりを注意してください。この矢印のところに注意してください。このこ白い点が見えますかこれが 動,き動いていくわけですね。ここですね。そしてこの点が動いて加速してそして左の方に消えていくと。そして3基現れて途中で影に入るのが色を変えて黒くなって消えていきます。 で休憩 UFO。まあ、これはですね、アポロミッションの中で偶然撮られた動画です。アポロ何号かは調べてみましたけども、わかりませんでした。まあ、よく知られた画像ですから、ご存知の方も多いと思いますけども、やはり休憩 UFO がまあ飛んでいるわけですね。で左右にあるのはゴーストかもしれませんね。まあ,あの ガラスに映り込んだね。そしてここ、あのー、何かしらのこう塔のようなものを通り過ぎるこの塔そのものも怪しいんですけどもね、まあ、今日はあのー、今日のポイントではありませんでもう一つ見てくださいねで塔の光のところに入りますと黒い大きな影が見えますね、まあ、このようなまあ物体だということですねで光に見えるのはそほんの一部分でしかないということですそしてその休憩 UFO がですね アポロ乗組員の前を悠然と飛んでいったというわけです。で、これがその休憩 UFO です。左右にこう、なんて言いますかね、窓らしきものもあるような感じがします。いかがでしょうか。で、まあちょっと色々書いてみますけども、これはチャールズ・ホール氏がですね、エリア51で えー、目撃した UFO に形が大変よく似ていると思います。ただ窓の形、位置が少し違うように思います。こうした UFO がですね、月面の上に現れたということです。で続,き続いてですね、えー、いわゆる、まあ、トゥインシェイプ、2つの、まあ、球体、えー、UFO の話をしますけども、横浜上空に現れたこれがその UFO なんですけどもね、あのー この UFO がこう2つあるように見えるのは、まあ、インターレースの,、まあ、あのいわゆるカメラの,、ねまああの高速で飛ぶものですから、あの2つの画像に分かれて、まあ、あの2つに見えたんじゃないかというふうに教えてくださった人もいます。まあ、そういうことも考えられますので、そういうことも、ね、あのご承知おきの上あの続く動画を見ていただきたいと思います。えー、これがその、まあ ゴーストといいますかね、一つの球体が二つに分かれた可能性もあるということですね。それを説明したのはこの動画なんですけども、いわゆるまあシャッター速度がですね、遅いと、この動きの速いものを捉えたときに二つにまあ分かれて見える。そのときにまあデジタルカメラの特,徴特性でですね、一つの画像をですね、二、えー、つに分けて記憶するものですから、まあ、インターレース、まあ、ゴーストですね、はっきり言えば、が現れる。 ということもある,あるのだそうです。で、まあインターレスイメージを、まあ、皆さんに見ていただきますけども、今、だん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 シャッタースピードが遅くなってきます。ですから、あの今、ピンポン玉が2つ3つに分かれて見えますね。まあ、このように見えて、まあ、横浜に現れた UFO はですね、えー、2つの球体に見えた可能性もあるということです。しかし、あのスフィアタイプの、まあ、いわゆるツインの、ね、スフィアタイプの UFO も世界に現れていることも、これまた事実です。 まあ、どちらとも言えませんがね、そういうこともちょっとご承知おきの上ですね、続くビデオをどうかご覧になってください。まあ、かなりこれはねあの、シャッタースピードが遅いんですよね。で、デジタルでその瞬間瞬間を捉えていきますから、このように見えると。そして、まあ、このように2つに分かれて見えた可能性もあるということです。まあ、休憩 UFO の話を続けます。Bye for now! Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Today's story is about double sphere shaped UFOs which have been witnessed all over the world, such as in Yokohama, Washington, D.C., Kuchino Erabujima Island, Kagoshima, Japan, Kalibuko, Chile, and so on. These UFOs have been witnessed independently to each other. And as far as I know, witnessed by those who knew nothing more about other sphere-shaped UFOs than the ones which flew over their own skies, uh, the flying object was the one seemingly flying over Minatomirai, Yokohama, Japan, on May the 3rd, 2015. Or on the Constitution National Day of Japan where more than thirty thousand people gathered together. Very strangely, none of the people on the ground noticed the flying object and even the crew in the helicopter did not, though the object apparently just passed by the helicopter. It flew away so fast that no one caught a sight of it. A bit time later, Miss Nobuko Yamamoto noticed that something was flying away by the helicopter and she magnified the object in surprise. There she found the unknown object flying away by the helicopter. What was it? And in this video, I also would like to talk about an, a strange object. Which flew in the sky on the day when a volcano erupted in Kuchino erabijima Island, Kagoshima, Japan, on May 29, 2015. Some people say it was a bird, some other people say it was an airplane, or some other people say it was a quadcopter drone. But more people are hesitant about saying it was an UFO 4 since it was an ufo itself too much here in this video i'd like to demonstrate these here are all ufo's or double sphere shaped ufo's 2015年5月29日に口の選ぶ島の火山が爆発しました その時の様子はあちこちのテレビで報道されました。があるテレビ局が報道した映像の中に不思議な物体が映り込んでいました。噴煙の前を横切る謎の物体がカメラに収められていたのです。で、それについてのビデオを制作しましたが、画像が荒かったせいもあり、大方の意見は鳥だろうということでした。が、その物体は真一直線に飛んでいました。 部分的に後ろに尾を引いていました。鳥には私には見えませんでした。もちろん飛行機でないことは一目してわかります。が、鳥のように羽ばたいているかのようにも見えました。だから鳥というわけです。で、私は鳥説を認め、少なくとも鳥ではないということが証明できない限り、鳥説を認めざるを得ないという状況になりました。 が、そんな時、すかさず助け舟を出してくださった方がいらっしゃいました。東京にお住まいの山本信子さんです。同じ頃、同じものが横浜の上空を飛んでいました、と。議員をなさっておられる息子さんが、ヘリコプターで5月3日の集会を取材している時のことです。そのヘリコプターの前を不思議な物体が横切りました。 で、当初山本さんもそれは鳥だろうと思っておられたということです。が、画像から写真にし拡大してみたら、そこには2つの球体用の物体が写っていたというのです。ここにお見せするのがその物体、つまり UFO です。これについてはすでに検証してきましたが、 さらに調べてみると2013年にジェレミー・トーマスという方が望遠鏡で星を観察しているとき、同じような物体をカメラに収めるのに成功なさっておられることが分かりましたジェレミー・トーマス氏は2個の球体物体と呼んでおられますで横浜市の上空を飛んでいた UFO と比較してみると 横島の数がそれぞれぞ4本であることとなど,など1点がが多いここかりました。このビデオは第1義的には横浜市上空を飛んでいた飛翔体が UFO であること第2義的には口の選ぶ島の火山の噴火の前を横にっていた謎の物体が消去法的に UFO であることを証明するためのものです。どうかそういう視点でご覧ください。 長い前置きになりましたが今皆さんにご覧いただいているのはジェレミー・トーマス氏が星空を観察している時に偶然捉えた UFO の動画ですでこの UFO を見ますとですね私たちは形を分解することができません、まあ、光の集合体に見えるわけですねがこの飛翔体といいますか UFO と 横浜の上空を飛んでいた謎の物体と比較していますとその形輪郭がはっきりとわかります左がジェレミー・トーマス氏が望遠鏡で捉えた UFO ですねそして右が、えー、横浜市の上空を飛んでいた謎の物体です山本信子さんが届けてくださった写真です元の、まあ、ビデオから起こした写真です でこの横縞の数を数えてみますとともに4本なんですね。一致します。ということは、まあ、上にある突起物そして下にある突起物は左の黒い部分と一致するということになります。これらは同じ UFO であると私は判断しました。今度は最後の部分だけ10倍速にしてみます。まあ、このの飛翔体は動いていてるかのように見えますが、 雰囲気からして、まあ、地球の方が動いているために相対的に望遠鏡に映った物体が動いているとも考えられますただここで注意していただきたいのはゆっくりと回転って言いますかこれ10倍速ですからねあ回転しているという点ですつまりくるくると回っているということですねこれがひらひら感を生み出すものと私は考えましたで横浜のいわゆるまあ ダブルスフィアの UFO の話に戻ります。これは山本信子さんの息子さんがですね、現在議員をなさっておられます。そして2015年の5月3日、横浜の港未来でですね、まあ、集会が、憲法集会があったときに、それをヘリコプターに乗って空から、まあ、取材、報道をなさっておられたときのものです。そのときに謎の物体がこの画面を横切ります。注意深くご覧くださいね。まあ、ともかくも、 この謎の物体が飛んでいったわけですけども、まあ、もちろんあの山本信子さんの息子さんもそれから集会に集まっていた3万人の人たちもそれに気づくことはなかったそうですで後でこのビデオを見ていた時にですね何か鳥のよ,うのようなものが飛んでいるとそして拡大してみましたらとんでもないものが映っていたということなんですね、まあ、下に見えるのが今その集会で集まっている人たちです現在横浜の上空を飛んでいます まあ、ビデオ動画をですね早送りで見ていただいていますけれどもこうして、まあ、旋回中にとんでもないものが飛び込んできたというわけですしかしこの物体は、まあ、世界のですね UFO 研究家の常識をひっくり返すような事実を含んでいましたまあなんて言いますかねあの口の選ぶ島の UFO が 鳥であるという説が有力になってきまして、私もまあ鳥でないという証明ができませんから、鳥説を認めざるを得ないという状況の時にですね、山本信子さんがそれならば私はこんな資料を持っていると言って、わざわざ届けてくださいました。では、ここを注意深くご覧ください。ここの丸の部分から現れます。そして左の方に流れていきます。ここの、ここですね。 いいですか早いですから瞬間ですからねはいいいですか今ここ行きましたねストップモーションで見ていただいてますそして動いてここへ行きましたねまあ要するにこう目には止まらない速さだったということですよね次にここへ行きましたそしてこの辺りで形が分かりますね2つの球体がくっついているかのように見えますそして 左の端の端方に消えていきます瞬間ですねでこれは何かということですけどもいろんな方からいろいろな、まあ、説をいただきましたが右が山本信子さんが元の動画っていいますかねビデオから起こした写真です。 で、口の選ぶ島の UFO をもう一度見ていただきたいんですけども、まあ、現在 YouTube で配信されているのは画像が荒いですが、しかし、この方、まあのですね、画像を見ますと、極めて、まあ、よく言っています、解像度が高いということになるわけですね。皆さん分かりますかねスーッと何やら物体が飛んでいきますね。拡大したのをまた 見ていただきますが、こここなんですね。まあ、これが鳥、飛行機、さらにはドローン説ですね、ドローン説も出てきました。まあ、飛行機でないことはもう分かりますね。で、ひら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 してる感じがしますね、確かに。で、これを持って鳥だというんですね。しかし、尾を引いてますね、部分的にシュッシュッと後ろに。そして、全体として形が丸っぽいことに注意してください。 で、これだけまあ、ひらひらしているということはですね、小型の鳥ってことになります。小型の鳥っていうのは、それほど直線には長くは飛べませんね。大型の鳥の場合は、羽ばたきますから、上下に左右に揺れますが、私はバードウォッチングがいつもしてますけども、まあ、直感的に鳥ではないこというふうには確信しています。が、しかし、鳥だと言われますとね、逆に鳥ではないとは言えない。これ、尾を引いてますね。ーブからご覧ください。かすかですけども、尾を引いてます。で、丸いですね。 でこれを鳥というかどうかという問題なんですよ。でまあ、否定派の方たちは鳥だ、鳥だということで,、まあであー、片付けてしまわれるわけですけども、私は鳥ではないと思います。つまり私がどうこうということよりもですね、この画像をご覧になった皆さんが判断なさってくださればいいんじゃないかと思います。飛行機か鳥か。ドローン説が出てきたのには驚き,驚きました。まだドローンというのはですね、はっきり言えばおもちゃ的な存在の段階ですからね。 まあ、でお見せしますが、あのドローンではないこと、あるいはドローンではこれだけ速くは飛びませんし、まあ、なんて言いますか、まあ、コントロールできる範囲を飛ぶということですね、要するに。それで、鳥ではないと。で、ドローンでもないというのが、私のまあ結論です。無理にこれは UFO に結びつけようとしてるわけではないんですよ。消去法で考えると、 UFO ですね。まさに未確認飛行物体ということになりますが、今ではエイリアンの乗り物を総称して UFO ということ,というふうになっています。つまり、これは飛行機でもない、鳥でもない、つまりエイリアンの乗り物、クラフト、UFO であるということです。で、ドローンというものはどういうものかということをもう一度皆さん見てくださいね。ある方はですね、もう発表すると同時に、こんなのはドローンだ、球体のドローンだなんて書いておられましたけども、 それ以後ですね、私がじゃあその写真を見せてくださいってお言にお願いしましたけども、連絡はありません。これはドローンですね。あの、先ほどのヘリコプターのそばを通ったドローンだとするならば、かなり高度高いところを飛んでますからね、無線操縦では無理ですね。あの目では見ることできませんので、これが球体ドローンと言われているものです。え確かに球体ですよね。丸いです。が、しかし、 口の選ぶ島の上空を飛んでいた、まあ謎の物体とは比較にならないと思います。まあ、今ね、お見せしました球体ドローンというのはまだおもちゃの段階ですからね。しかし、このもう一個の画像を見ていただきたいんですね。そして左がジェレミー・トーマスさんが撮られた写真です。ともにひら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 してますね。このひらひらはどう、ヒラヒラ感はどうして生まれるかといいますと、先ほども言いましたように回転してる。 食べと考えるのが私は合理的だと思います。まあ皆さんの判断はいかがでしょうかまあ、どちらが正しいか正しくないかというよりもですね、皆さん自身がどのように判断なさるかということなんです。で、鳥型の UFO ということになりますが、真一直線にこれ飛んでるんですよ。そしてあの上下感がないでしょ。鳥は羽ばたいた時に、羽の下を下ろした時にかすかに上へ上がりますからね。 でおろしたあの羽を下げたときに高度が下がるんですね。それを繰り返すわけです。その、まあ、羽ばたいている感じはしますが、しかし、この物体が上下に動いている可能あ動きはないですね。そして、あの羽ばたいているとするならば、小型の鳥なんですよね。 大,大型の鳥はあのもっとゆっくりと羽ばたきますから。ということで私は鳥ではないと結論づけました。ということで結論ですけども、これは横浜に5月3日に現れた、飛んでいた UFO です。下は2013年の11月24日にジェ,ジェレミー・トーマスさんが撮られた UFO です。上は鹿児島。 口の選ぶ島の上空を飛んでいた UFO です。そして右が1952年にワシントン市上空に現れた UFO です。そして下がチリのカラブコで現れた UFO です。右の2つについては続くビデオの中で紹介しますので、また興味のある方はご覧になってください。ただここで注意したいのは、カラブコに現れたのは5月2日、そして横浜に現れたのは翌日の5月3日、ジャパンタイムということになります。何か関連性があるのでしょうかないのでしょうか 大変興味深いところです。なお、その前後に、カゴ島で現れたということは、時系列的に考えて、宇宙時間的に考えて、同一の UFO で考えるのはこれまた、合理的なことだと、私は考えます。ということで続くビデオをご覧ください。Thank you and bye for now。h e l l o Taro Yamamoto、Nobuko Yamamoto、 and Hiroshi Hayashi, Japan twin shaped UFOs over Washington DC and Yokohama City, Japan. Though UFOs over Washington DC were witnessed by many people on that night of july nineteenth, nineteen fifty two, on the contrary no one realized the UFO flying over the sky in Yokohama on the day of may third, twenty fifteen. The UFO over Yokohama bears a close resemblance to those UFOs witnessed in Washington DC. And here's my report about it. In Japanese, number 1445 de Yokohama Shino Minato Mirai Ita UFO no report o shimashita. De, soleto tai hen yokunita UFO ga 1952nen. ワシントン市上空で多くの人たちによって目撃されていました。同じようにツインタイプの UFO です。横浜市を飛んでいた UFO は左右が違った形状をしていたこと、間に隙間があることからツインタイプの UFO と私は判断しました。が問題はワシントン市上空に現れた UFO です。 写真で見る限りツインですがカメラのブレによるものと私は思っていましたが改めて検証し直してみるとブレでないことが分かりました左右の大きさがそれぞれの UFO によって違っていたからですなおワシントン市上空を飛んでいた UFO についてですが動画も残っていますが動画の方は私はフェイクと判断しました UFO が議事堂の屋根に隠れるとき UFO が屋根と重なっているからです。確定的なことは分かりませんがワシントン市上空に現れた UFO がこのような形をしていたとなるとその形は横浜市の上空を飛んでいた UFO と形が似ているというより同じと私は判断します。 横浜市の上空を飛んでいた UFO が本物であるならあの夜ワシントン市上空を飛んでいた UFO も本物ということになりますねそういう視点からもこのビデオをお楽しみくださいなおこの動画の後に続いて横浜市上空を飛んでいた UFO 続いてワシントン市上空を飛んでいた UFO を お楽しみいただけますで、今皆さんに見ていただいているのは、ワシントン市上空を飛んでいた UFO についてのものです。左右の形状がそれぞれの、まあ、UFO によって違うということ、そして窓には、まあ、同じようなブレが見られないことなどによって、ワシントン市上空を飛んでいた UFO は、まあ、単体型の UFO ではなくて、 ツイン型の UFO であっったた可能性が高くなったということですね、まあ、これだけでツイン型とは言えませんけども、まあ、ワシントン市上空を飛んでいた UFO がツイン型であるとするならばその形は去る5月3日に横浜市上空を飛んでいた UFO の形と大変よく似ているということですねでこれがですね。 カメラのブレでないことはですね、間に隙間があることによってそれがわかります。また左右がですね、違った形をしているのわかりますかそして右の方には窓らしきものも見えるんですね。注意深くご覧ください。黒い隙間の間に何かしら色の黒いと言いますかね、丸いような窓のようなものも見えます。いわゆる、まあ、1、2、3、四階建ての、まあ、UFO ということになります。大きさはわかりませんが、かなり大きいものではなかったかと私は判断しています。 そしてこの突起物が右の方は上に左の方は下に出ている。ちょうど反転しているのがわかります。いかがでしょうかということで続くビデオをどうかお楽しみください。Thank you very much.And bye for now. Hello. This is Taro Yamamoto, Nobuko Yamamoto, and Hiroshiyashi, Japan. Most probably, a twin shaped UFO 4 of Minatomirai, Yokohama, Japan. It's a great honor of mine that I can show you a footage and some photographs presented by Mr. Taro Yamamoto, honor a member of the House of Counselors, and Miss Nobuko Yamamoto, his mother, here on this occasion. On the day of May third, on the Constitution National Day of Japan, thirty thousand people gathered at Minato Mirai, Yokohama, Japan for Mr. Taro Yamamoto. Mr. Taro Yamamoto was on the helicopter at that time with some of his crews. I respect here for their courage and permission to put their names in this video clip for which I thank them very much. 連休の、えー、真ん中の時にですね、本当に大切な時間を割いて皆さんが現場にここ港未来に足を運ばれています、えー、私正しい報道ヘリの会リポーター参議院議員山本太郎ですよろしくお願いしますその実況中継中に UFO が映り込んでいました、えー、注意深くご覧ください右から左へと流れていきますわかりましたか では、2倍速にしてみます。この線に沿って UV 方が飛んでいきます。わかりましたかこれがそれですねえ。今度は3倍にしてみます。右の方に注意してください。飛んでいくのがわかりましたかでは、今度は10倍にして皆さんにご覧いただきます。 この辺りに現れますで当初、まあ、これを見つけた人もですね鳥かと思ったそうですが山本信子さんがですねこの部分を写真にしてみて大変驚かれましたではもう一度10倍速にしてそして部分的にストップモーションにしてみます、えー、中深くご覧ください。 今ここにありますね。で、いわゆるアップロードされた動画では画面が不鮮明,明ですけども、実際にはハイビジョンクラスの画像であったと思われます。今左の方に来ましたね。で、球体であることがこの辺りでわかります。2つの球体がくっついています。大変珍しい形ですね。 皆さん自身でご確認ください。少なくとも飛行機でもないし、鳥でもないということです。これは何かということですね。で、もう一度検証しています。ここに、今それが飛んでいます。で、そのまま拡大しますと、まあ、こうしたぼんやりとした形ですね。で、まあ当初、 画面上で写真を撮り、このように拡大ししてみました。もう一度やってみます。今度はここへ行きました。拡大してみます。さらに拡大してみます。えー、横線がですね、島のように走っているのが分かります。今度はここで拡大してみます。 こういうい形なんですねで。これ以上拡大できないものかと思っていましたら山本信子さんが写真を届けてくださいました元の画像からいわゆるスティール写真に起こしたものですそれはもう少し後であの皆さんに紹介します横線が入っているのがわかります 形は球体ですそこで私の手持ちの資料と今,今までにです、ね、確認された UFO の資料と比較してみましたがこのようなトゥインタイプといいますかね球体が2個くっついたかのように見える UFO は大変珍しいといいますかリストにはないことが分かりました、まあ、形的には球体であり、まあ、横のラインがあるから、まあ、サンドイッチのようになっていると、まあ、そういうふうに考えられます さらに検証を続けてみますこれが山本信子さんが届けてくださいました写真ですで、拡大してみますさらに拡大してみますこうした物体が 横に行ったわけですね。が当日当時ですねヘリコプターの中の山本太郎氏もそして港ミラにいた3万人の、えー、皆さんもですねここの UFO に気づくことはなかったそうです。後でこの動画を見ていた人がですね何かおかしいっていうことで調べてみたらこのようなものが映り込んでいたというわけです。 で、私がお名前を明記してよろしいですかとお聞きしましたら、山本太郎氏も山本信子氏もいいですよと。事実は事実ですから。私はその勇気に敬意を表し、感謝します。これがその物体です。飛行機ではありませんね。鳥でもありませんね。 こうしたものが5月3日、堂々とあの大都市、横浜の上空にあら現れたといいますか、飛んでいたということですね。皆さんはこの事実をどのようにお考えになるでしょうか。これは事実なんですよ。が、ここで終わったのでは、山本さんも視聴者の皆さんも、 満足ななさささらいいと思いますすこれはタカイン東京さんが届けてくださったビデオです去る5月1日日本時間では4月30日にですねチリのカラーブコ火山が爆発しましたその時の様子を捉えた写真ですけどもその中に見た感じですよ同じタイプのツイン型の UFO が映り込んでいました これがそのビデオです。まあ右の方に火山灰が登っていくのが見えますね。そして、この拡大したところで注意してください。二つの球体らしきものが浮かんでいるのがわかります。カメラのブレではありませんね。そこに注意してください。 で、まあ、その同じビデオの中には、別のと言いますか、多分、まあ同じかどうか分かりませんけども、同じ一連の流れとして、こんな UFO も紹介されています。こちらの方は、一見、まあ、なんて言いますか、い一個の UFO に見えますが、時々こう、動くと言いますかね、位置を変えたときに、 にに分すするかのようにも見えますこれは、ね、はっきりしませんが、まあ、このように2個に見える時もあるということですね、まあ、これは雰囲気と言いますか周りの様子からして夜ではないかと思われますそしてその UFO をこうして今車の中からと言いますか追いかけてるわけですねこの下の方です、まあ、下の方に降りてきますねこれは星ではありませんね 明らかに動いていてますでさらにもう一度、えー、カルブコ火山に戻りますが、時間的にはまた別だと思いますね。今の流れから見て、1回夜になり、そして朝になったのか、その翌日になったのか分かりませんけども、やはり右側に、えー、UFO らしきものが映り込んでいます。雲の下にありますからね、まあ、UFO ということになるわけですね。 となりますと、えー、5月29日に爆発した口の選ぶ島のあの火山のふもとに現れた物体は、まあ、鳥説が有力になってますけども鳥ではないというふうにも考えられるわけです。で、検証してみます。まあ、これが今言いましたように、えー、カラブコ火山で目撃してまたカメラに撮られた、まあ、UFO ですね。そして下が 横浜に現れた UFO ですのぶこ山本さんが届けてくださいました写真ですえツイン型であることがわかりますということは4月30日日本時間でですよから5月3日にかけてこのツイン型の UFO がですねそれまで例のなかったツイン型 UFO がこの地球に現れたということになります山本太郎さんお名前と 顔を出してよいという山本佐藤さんの勇気に敬服します。感謝します。大変勇気づけられました。ありがとうございました。心からお礼を申し上げます。バイフォナー。h a l l o this is Hiroshiyashi, Hamama City, Japan.Aliens Wars.UFOs ever ワシントン DC1952 エイリアン戦争ワシントン UFO 事件1952年の7月19日ワシントン市上空に UFO の編隊が現れましたでその時の動画が残っていました今日はその UFO 事件について検証してみます ソール・アドラン・ジェット円盤はジェットを追い越したというタイトルですねでこれが1952年7月19日に撮られた実際のビデオです UFO が編隊を組んで飛んでいくのがわかりますこの正体は今でも分かっていません In July of 1952, during the administration of Harry Truman, Washington, D.C. appeared to be the target of airborne intruders. But the prowlers weren't Soviet fighter planes, they seemed to be UFOs. Perhaps the most important sighting of all time was the so called uh, Washington merry go round. On two weekends in 1952, July 19 and 20, and July 26 and 27, UFOs were tracked by radar and seen by numerous individuals over Washington, D.C. and its environs. People at Andrews Air Force Base and at Washington National Airport went outside and could actually see objects in the sky that matched positions of. And the net result of it was, for a couple of days there, UFOs seemed to have had their way over the skies of Washington. On the third day of the sightings, as operators tracked the mysterious signals, curiosity suddenly turned to panic. The objects were heading toward the prohibited airspace over the Capitol and the White House itself. The Pentagon ordered jets from an airbase in Delaware to intercept the intruders. Al Chopp was the Air Force's civilian spokesman on UFO issues. He was called to the radar room at Washington National as the dramatic incident unfolded. We were observing about four or five known flights and about 12 to 14 UFOs. And uh, we saw the flight coming in from Delaware. We could see them on the radar scope. And the, the moment they came on the scope, all the UFOs disappeared. The fighter planes patrolled the empty skies for some 20 minutes, but there was nothing to intercept. However, when the jets returned to base, the UFOs promptly reappeared on radar. And then when they came back after the intercept was left, the fact that they immediately came back on the scope, uh, I was very apprehensive. Again, jets were sent aloft. One pilot reported seeing the UFOs, which he described as blue and white lights. Then he reported that they were closing in. We could also see them on the radar scope, and we could see his return and the unknowns grouping around him. And he said, they're all around me. And uh, then he said later on, what shall I do? Well, I just, what could we tell him? After a few minutes, the UFOs pulled back and then disappeared. The standoff was over. However, the extended episode had stunned the nation. That sighting has never been adequately explained because it happened in Washington D.C. it uh, alerted everybody right on up to the president of the United States and caused a, a national press conference by the chief of intelligence of the air force to try to calm everybody down. We have received and analyzed between 1 and 2000 reports that have come to us from all kinds of sources. Of this great mass of reports, we have as of date come to only one firm conclusion. And that is that it does not contain any pattern of purpose or of consistency that we can relate with any, to any conceivable threat to the United States. General Sanford went on to explain that the sightings were merely an atmospheric anomaly, an inversion layer. Radar signals had bounced off this layer and picked up ground images of cars and buildings somehow experienced radar operators at three different locations had misidentified them as ufos the took down the story they bought the explanations it was still standard practice and it was for many years to accept whatever the government said about flying saucers no matter how foolish it was when you looked at it carefully the people at washington national airport Anna and andrews were expert radar people and personnel they've been there for many many years and could easily differentiate between ground clutter and true metallic objects i mean if they couldn't they they shouldn't have been radar operators the senior radar air traffic controller at washington national airport harry barnes wrote his own account of the so-called washington merry-go-round he describes the objects as making right angle turns as hovering as uh, reversing their course and moving back upon their path. One radar tracked the objects as moving at approximately 7,000 miles per hour. He had never seen objects maneuver like this in his years of being over a radar scope. He didn't know what they were. There were a few others who did not believe the objects were simply a product of unusual weather conditions. At that time, I was convinced that. These things were interplanetary machines of some kind, mainly because of what happened that night in the radar room at Washington National Airport. I'm convinced that those objects were real. We don't know what they are. We don't know where they come from. But they are there. Of course, it's entirely possible that the military didn't really believe its own explanation of the UFOs. No fighters could catch up with these things, and they outmaneuvered the best that the military had to throw at them. Obviously, the people who were in charge of Air Force projects and Air Force intelligence at this time were not idiots. They were very, very smart people, as they are today. And I, I think they probably thought, once they appeared on Washington, oh my God, this is, this is the holiest of holies. Now they're hovering around the White House and the Capitol. Well, the answer turned out to be that they could do absolutely nothing. But it probably had to uh, provoke a whole lot of consternation in, in the official quarters. But I can't believe that they wouldn't have been interested in, at some level, trying to find out what is going on. It's a national defense concern. There was a technical report that said it's the most classified subject in the United States, even more so than the H-bomb. That's going pretty far. That's taking it very seriously. In the decades after the Washington National incident, aerial sightings were reported more frequently and all across the country. Some episodes were even recorded on tape. Uh, Dark Zero 5, 327. 1, 327. 最初の部分を訳してみます。まあ、一,一応公式の記録と考えて良いのではないでしょうか。当時の様子がですね、まあ、時間経過とともに、えー、詳細に記されています。 Thank you 後のの判断は私たちの問題とということになるわけですで。これがもう一度見ていただきますけどもワシントン市上空に現れました UFO なんですね。まあ、変態を組んで飛んでいく様子がよく分かります。がこれが現在の今でも何であったかということについては謎のままですね。まあ当時はソ連の飛行機の編隊かとも言われたんですけども。 でこう光の向こうにねやっぱりこう反転してもやっぱりこれ物体らしきものが映っているということです。まあこれをどう判断するかですけどもフェイクと見る人もいるかもしれませんがそれはもう時代の流れの中で検証され,てきされ尽くしてきたと思います。 まあ、偽物であればですね、現在の今まで、こう、残るということはなかったということです。まあ、1952年ですからね、まあ、宇宙的な時間で見れば、つい、今しがたということになります。で、最後に検証してみますが、このワシントン、メリーゴーランド事件、あるいはワシントンパニックと呼ばれたこの事件はですね、 もう一つの事件と深く結びついているように思います。その2ヶ月後、ウェストバージニアでフラットウッドモンスターが現れます。まあ、それについてのビデオはこの後につなげておきますが、右がフラットウッドモンスターです。で、この線を見ていただきたいんですけども、右がワシントン、DC、そして左がフラットウッドになります。極めて近い距離にあるわけですね。 間の距離は318キロですけども、やはりこう地球的な、なてます規模で見ますと、今のように、まあ、隣で起きた事件ということです。つまり、ワシントン DC のですね、ワシントンパニック事件と、フラットウッドのモンスター事件は、同じ場所で、同じ時期に、同じ時に起きたと考えていいわけです。で、フラットウッド事件をもう一度調べり直してみますと、大変興味深いことがわかります。 まあこの詳しい資料はこの続くビデオの中でゆっくりとご覧いただけると思いますけどもこの中に大変なってますが気になる証言が載っていましたそれを皆さんにもう一度読んでいただきたいと思いますこの部分なんですね住民による UFO の目撃事件がもう目撃がですねその前後に 起きるわけけですけども、4機か5機が同じ方向に向けて飛んでいったとで。1機か2機が空中分解したように見え、1機か2機が着陸し、1機か2機が墜落したと。さらに UFO は飛行中に事故を起こし、着陸か空中分解、墜落をしたと。そしてその中からフラットウィズモンスターが現れたと。で,ですからその,その時に乗っていた地球外生命体が。 フラットウードモンスターではないいかということなんですねこのワシントンパニックとこの,このフラットウッドモン,モンスターの事件を2つ足してそして2ではありますと事件の全貌が浮かび上がってくるのではないでしょうかつまり7月19日にですねワシントン上空にまあ新しいタイプのエイディアンたちがやってきたそれに対して地球側のに住んでいた別のエイディアンたちが まあ反撃といますか、防衛のために攻撃に出たというふうにも解釈できるということですね。あくまでもそれは私の解釈です。まあ推論ですね。もう一度見てください。7月19日にワシントン上空に UFO が現れます。そしてその2か月後の9月12日にフラットウッドモンスターが現れます。その間の期間はたった2か月です。まあ関係がないということの方が無理があります。あると私は考えます。 で、調べてみますと、講談者20世紀前記録の中を見てもですね、1952年7月、そして8月、9月、もちろん、その以上のワシントンパニック、フラットウッドモンスターの記事は全く残っていません。まあ、人間たちはですね、まあ、いつものように平穏で、まあ、何もない生活を送っていたということになります、まあ、その陰で大変な事件が起きていた可能性があります。ということで、続くビデオをどうかご覧ください。 Thank you very much for watching and see you again next time. Bye. Hello, this is Hiroshima City Japan.We are visited a mystery of the Flatwood Monster. この事件が気になりましたので調べ直してみることにします。1952年の7月12日から29日の間にかけてですね、ワシントン市周辺で UFO の目撃事件が相次いでおきます。ジェット機が UFO を追いかけるという事件も起きていますそういう流れの中で7月19日 UFO の変態がワシントン市上空に現れますでこの事件で、まあ、注意と言いますか注目すべきはその当時の映像が残っているということですねこれがその映像ですで時のトルーマン大統領がアインシュタインに電話をかけてどうしたらいいかと そういった相談をしているわけです。それに応えてアインシュタインは、絶対に攻撃してはならないと。彼らの知的能力は人間をはるかに超えているからというようなことを答えた,答えたと。まあ、そういった話も今に伝わっています。で、フラットウッドモンスター事件がその2ヶ月後起きます。西バージニア州のフラットウッドで起きた事件です。この時、3人の子供が、まあ、エイリアン いわゆるそのエクセテレスティラルね、ビーイングに、えー、異星人に遭遇します。まあ、その、そういった事件なんですけどもね、これがフラットウッドです。まあ、場所は特定できませんでしたけども、フラットウッドで調べますと、ここへやってきます。田舎町っていうことがわかります。で、ここにエイリアンが現れたというわけですね。で、その事件の、まあ、荒ましを今日、皆さんに読んでいただきますけども、 1952年の9月12日のことです。で、まあ、目撃した人たちのですね、証言をもとにこうした絵が作られました。まあ、有名な絵ですね、よく知られたフラットウッドモンスターの絵です。で、その時の様子を、とますか概要を訳してみました。 ということが、まあ事件の概要です。で、英語にはガンスモークという言葉があるんですね。いわゆる日本風に言えば、火のないところに煙は立たないという意味なんですね。まあ、ともかくもこの事件は大きな事件となり、本も書かれ、そして大騒ぎになったわけですね。で、結果的に言ってますが、言いますと、袋を見間違えたんだということで、 事件は収集したとといいうことになっています、まあ、先ほどの、まあ、論評した人の意見によりますとね現地調査をした結果なんですけどもフクロウは農家の人たちは見たことがないというようなことを言ってるそうですね言っ,てた言っていたそうです、まあ、こうした想像といいますかいろんな絵も描かれそしてこの少年たちも写真に収められているとそしてまあ見た人の証言をもとにこの絵が生まれたわけですね で、この事件がなぜ私気になったかっていうことになります。まあ、気になったかということなんですけども、実は昨日法隆寺を調べていました。これが法隆寺ですね。奈良ジャパンです。で、法隆寺の仏像をもう一度見直してみたのです、えー。で、この仏像を見てですね、この形が気になったって言いますか、思い出したと言いますか、あの、降臨っていうのはあの、 丸い輪になったのと、それからあの光線を放ったのと2種類あるんですけども、この光輪といいますか、あのまあ、以前から気になってたんですけども、どうしてこんな形をしているんだろうということはちょっと気になってたわけですけども、まあ、ちょっと他の光輪、ハローとは形が違うわけですね。で、この形がですね、いわゆるまあフラットウッドモンスターの背景に、まあ、現地の 人たちはこれはあのスペードの形っていうことを言ってますけどもね、スペードの形、トランプのスペードの形のようだと言ってますけども、それと似てるってことで、まあ、関連性があるのかないのか、今の段階では何とも言いませんけども、ひょっとしたら関連性があるのではないかということで気になって今回調べてみたわけです。まあ、ここでは結論出ませんので、一度ここではペンディングにしておきます。やがてまた証拠が出てきますのでね、その時にまた照合できると思います。で、もう最後に、あの、フラットを ウッドモンスターの話をですね、詳しい話がウィキペディアに載っていましたので、皆さんに紹介します。 以上がフラットウッドモンスターの全容ですね。まあ、どう判断するか、どのように考えていくかということは、今の段階では何とも言えませんが、事件そのものは私はあったと判断しています。で、この形が法隆寺の仏像の、まあ、形と似ているということですね。以上です。 Thank you very much for watching, and see you again next time. Bye. Hello, this is Tube Store, Taka in Tokyo, and Hiroshiyashi is Japan. An UFO over Kuchinoerabujima Island, Kagoshima, Japan. Here, it's my pleasure to show you a video examined by Third Phase of Moon for the further details of the UFO which flew over Kuchino-Eravijima Island, Japan, when a volcano erupted on May 29, 2015. Here in this video, a clear shape of the UFO was shot and sighted by a camera. atarashii Atrashi ga. 送られてきましたこれがその動画です。まずそれを皆さんじっくりとご覧ください。ここにはもうかもしれないというレベルを超えて明らかに UFO が映り込んでいます、えー。昨日作りましたビデオを紹介します。Hello? this is taka in tokyo and hiroshima japan on the morning of may 29 2015 a volcano erupted in kuchino erabujima island kagoshima japan taka in tokyo san has reported he found something very strange seemingly flying across the smoke, and here is a report about it taka in tokyo san gets news 飛んでいるように見える、あれは飛んでいるというのを報告してくださいました。今この白い2本の線の間を通り抜けていきましたけれども、皆さんご覧いただけましたでしょうか。まあ、大きな画面で見ていただくとよくわかりますけれども、小さい画面だとちょっと見えないかもしれません。で、300、3倍速でやってみますから、見てくださいね。 この部分ですね。今、洗れます。2、1、中深く来なくて最高です。スーッと右の方に流れていきますが、わかりますかそして今、中央あたりを通って、そして右の方に流れていきます。えー、ご覧いただけましたでしょうか 右の方へ行きますね。何かしらのこう、ジグザグに飛んでるって感じもしないでもないんですね。それから、あのー、いわゆる、まあ、噴煙の中に、まあ、を飛んでるって感じもしないでもないんですね。となると、実にこれは不思議な物体ですね。でもう一度、そのオリジナルで見ていただきます。今、まあ、爆発したわけですね。でもかなりって言いますか、爆発直後にもう、 まあ、この UFO ですね、まさに未確認飛行物体的なものがですね、えー、飛んでいるということに、飛んだということになるわけです。これはあの通常の民法のね、ニュース番組の中に出てきたものですから、間違いないと思います。出てきますね。ご覧くださいね。今の丸のところから右へスーッと流れていきました。 で、検証していますが、これはの今あの、動画の部分をです、ね、あの静止画にして、まあ、この中央部にあるんですけどね、今ここへ行きました。ちょうどその円の中心部にあります。中心円の中心部へやってきました。ちょんとした点でしか見えないんで、拡大してもあまり意味がないんじゃないかと思いました。今度は500倍速で見てみます。今ここが今、静止画です。 はいここから動きますよゆっくり見てくださいね右の方へ今のところからい右の方へ動いていきますわかりますか今中央あたり行きましたねそして右の方へかなり高速ですよね飛行機とも違う感じがしますでこう 岩石でもないんですねいや、まあいや。まあ、右の方行けば上昇しているという感じがします。一体これは何かということなんですね、まあ。これ、ある意味で大変なあの動画なんですね。というのは、この火山の爆発直後にもうすでにこうした、もしこれが UFO だとするならばですよあの、もうこうしたものが現れているということですよね。まあ、結論は、 なんとも言えませんね。UFO の検証っていうのは本当に難しいんですよね。しかし、これはもちろんフェイクでもないし、この動画の出どころが確かなものですから、この動画をしっかりと分析するということは、まあ無駄ではないと思いますし、まあある意味で、逆の意味でね、重要だと思います。で、こう何かしら、こう、雲、噴煙の中を通り抜けたような感じもしますし、高速であるし、まあ、 まあこれこそね、アンアンティファイトフライングアブジェクト、未確認飛行物体ということになるのではないでしょうか。タカさんどうもありがとうございました。Thank you and bye for now。もう一度そのビデオを見ていただきますけれども、まあ、これを見るとですね、先ほども言いましたように、かもしれないというレベルを超えて、 当日、つまり5月29日に撮られた UFO はですね、UFO であることがわかります。少なくとも飛行機ではない、鳥でもない、ドローンでもない、まあ、もしこれをですね、UFO と言わなければ、つまり私たちがエイリアンの乗り物としてそう呼んでいる UFO でなかったらですね、何なのかということになります。動画を見てわかることは、物体は 球球体球形もしくはそれに近いものであること太陽光線はなな斜めやや右上方から来ていると思われますがそれ自体が発光しているように見えることつまり光と影の方向が自然光のそれとは違うということですまた高速で移動しているのがわかります後部に白いもやのようなものを残しながら飛んでいることもわかります まあそんな点に注意してご覧ください。で今度は3倍速っますかあの、で見てみます。ゆっくりとまあ回していますが、こうして今飛んでいくんですけども、この噴煙の中に消えるというふうに見るところもあるんですね。もしそうならば、これ大変なことですね。まあ、そうした噴煙をものともせず飛んでいるということにもなりますし、まあ、見た感じ手前かなという感じもしますので、この辺ははっきりしません。 で、まあ昨日ですね、タカイン東京さんから第一報を受け、えー、1443号を、まあ、作りました。それは先ほど見ていただきました。その中で私はですね、UFO ではないかもしれないというようなニュアンスで、えー、ニュース映像を分析しました。が今回、チ、え、ューブスターさんから送られてきた動画をご覧になっていただくとわかりますが、それはもうかもしれないというレベルを 超えているのがわかりますまたこの UFO はかつてカリフォルニア州のクレアモントに現れた UFO さらにはエリア51で働いていたチャールズ・ホール氏が証言した UFO とも大変よく似ています、まあ、それについてのビデオはこの後につなげておきますから、まあ、少し長いですけどもどうかご覧になってくださいなおこの UFO で気になる点がいくつかあります 第一に火山が爆発したそのほぼ直後に現れているという点ですえ。詳しい時刻などはこれからさらに調べていきますが、それにしても直後です。日本の自衛隊機のケースらまだ見えません。繰り返しますが、え例えばアメリカ軍の飛行機であれば、え点滅灯な,などが見えるはずですが、それも見えません。 私は飛行機ではないと判断しましたが、いかがでしょうか。今、ここに皆さんに今お見せしているのは、先ほど言いましたエリア51で働いていたチャールズ・ホール氏の証言をですね、まあ、ミレニアム・ホスピタリティという本をチャールズ・ホール氏は書くわけですけれども、それを要約したものです。この、まあ、そのチャールズ・ホール氏の 証言を予約したものは、この後に、まあ、ビデオを一つつなげておきますから、興味のある人はご覧ください。まあ、今出てきました、まあ、いわゆるスカウトシップって、まあ、一般に呼ばれてますけども、その UFO に大変似ているということですね。で、次にですね、まあ、今見ましたように言ってますが、爆発直後にですね、えー まあ私は UFO であるとすならばっていう言い方じゃなくても UFO であることにはまあほぼ間違いないと思いますけれどもそれが爆発直後にまあすかさず現場にやってきたということになりますねこのタイミングの良さが私は気になりますまた速度などは分かりませんが雰囲気からしてもまあ速いということですねそして巨大であるということですね、まあ、タカイン東京さんもですね飛行機の速さではないというふうにまあメールの中に書いて 来てくださいましたさらに動画を慎重に見ていただきたいんですけどもその物体そのものがですねまあ回転しているようにも見えるということですねまあ近々近々と動いていくこれはまああの動画の特性なのかもしれませんがしかし私が何よりもここで言いたいことはですねこのニュース動画はフェイクではないということですねいわゆるまあ作り物ではないということです民法ですけども テレビのニュース番組がですね、そのソースになっているという点です。まあ、海外では火山の爆発時などにこうした UFO の動画が撮られていますが、インチキ、偽物も多いということで、信憑性に欠けますが、この動画は違います。クレアモント上空に現れた UFO についての動画を紹介します。まあ、これがですね、クレアモントす。 上空に現れた UFO の写真といいますかね、Google Earth の中に映り込んでいたわけです。まあ最初この情報は森本聡さ,さんからいただきました。で、分析を始めたんですけども、まあ同じようになと言いますか、あの、この物体がですね、あの、その前後にですね、まあいくつかの本にも紹介されていました。まあですから、まあご存知の方も多いかと思いますけども、 このクレアモントに現れた、上空に現れ,現れました、まあ、UFO ですわね、を分析してみますといろんなことが分かります。まあ、これはですね、あの私がビデオを発表した後にですね、同じものが本に出ているということを、まあ、近所の方がですね、わざわざ本を持ってきてくださいました。でもその、そういった本なんですね。 で、これがそうなんですけども、まあ、この、これがですね、風船説っていうのもあるわけですね。ところが風船ではありませんね。というのはですね、あの、もしこれが風船だとするならば、巨大だってことですよね。あの、じゃあカメラの方に近づいてから大きく見るって言いますけども、宇宙、宇宙を飛んでいる、その、 まあ、衛星ですわね。衛星から見れば、地上、まあ、100メートルも500メートルも同じですからね。ですから、まあ、この風船がどの高度を飛んでるかにしてもですよ、体験内を飛んでるのであれば、これ,これほど大きく映るということは、家の大きさよりも大きいわけですからね。巨大なまあ風船であるということ。それからあのあも、あの、もう一つの根拠はですね、北尾浜、 高速道路が走ってると思われるんですけども、その自動車はクリアな、まあ、あの、写真として撮られてるわけです。が、その風船であるとするならばですね、まあ、全体に輪郭がぼやけているっていう点なんですね。で、輪郭がぼやけているということはですね、まあ、あの、車よ,よりも早く動いてるってことになるわけですよね。しかし、一般の風船がですね、それほど高速に、まあ、空を飛ぶにしてもですよ、移動してるってことは考えられないわけです。で、また、あの、 これがあの風船説を唱える人はどういうふうに言っているかと言いますと、紐がついているというんですね、線が。で確かに何枚かの,その写真の中にはです、ね、紐らしきものがついていますけれども、よく観察しますと見ますとです、ね、その紐が途中で途切れているんですよね。そして、まあ、その紐が、まあ、その,、まあ、その風船らしきっていう、まあ、風船でも何でもいいんですけど、も、それが映っている下の方を見てもです、ね、下が高速道路で、まあ、下からその紐を 吊り下げているようには見えないということ、もうですね、持ってその風船を、まあ、アドバルンのようなものであるとするならばですよあの、持っているようには見えないということですね。で、これ、今一緒にこう輪郭がぼやけているという点ですね。で、この本の中にもそれが紹介されていました。まあ、あのこれはあの当時ですから話題になっ,たなっていたわけですね。で、まあ、あのもう一つの,その根拠はですね、光の方向が、まあ、ちょっと合わないんですよね。れあの,、まあそれはあの 下の家の影の方向と風船の影の方向が合わないということは、例えばあの風船の反対側が明るく映っていたりするわけですよね、反対側ということは、あのまあ、おもあの太陽光線の方向も明るくなっていますけれども、その風船の,その反対側もややこう光っている感じがするということで、風船とはまあちょっと違う。 という感じを私は、まあまあ、いろんなことから、ねまあ、風船ではありませんけども、一応、なってますか、私のこの作った動画に対してですね、あの、林博士は風船を見間違えてるんだというような、まあ、動画を作り、そして私の名前を実名で出して、まあ、批判なさっている方がいらっしゃったもんですから、あえて申し上げますと、これは風船ではないということですよね。まあ、そのことは皆さん自身にもあの視聴者の皆さんに判断をお任せするしかありませんけども、えー 私はこれは風船ではないというふうに判断したので、まあ、その時にそのようにまあ発表したわけであります。で、これがクレアモントの UFO。それからもう一つ奇妙なことにですね、まあ、これがこの,通りこの通りに沿ってですね、十数個の,、まあ、の UFO が映り込んでいるわけですけども、変態を組んでいるように、まあ、一定間隔でこう並んでいるというところも分かったわけですね。ですから、まあ、あの、休憩の UFO ではないのかなということで、まあ、 そういうふうに考えていました。当時はですよ。そしてこのフレオマントの UFO ということで発表させていただきました。まあ、それはかなり前のことですけども、えー、こうしたその、まあ、て言いますか、いわゆる変態といいますかね、まあ、これは一説によれば、ペリカンの見間違いであるというふうにまあ否定なさる方は、そのように発表なさっていらっしゃることもいらっしゃいます。 しかし、まあ、鳥か鳥じゃないかということぐらいをですね拡大してみれば分かるわけですね。そして、これ静岡市にお住まいの A さんという方も同じようなあの UFO をですね静岡市の市内で目撃し、写真撮影に成功なさいました。それの写真については、まあ、以前紹介しましたので、また私のホームページの方から興味のある方はおいでください。まあ、こうしたこの動画にも撮られているんですよね。 まあこれをフェイクかフェイクでないか、まあ、それへの判断は難しいんですけどもね、あの本当に UFO の判断というのは難しいです。下はこれライトですよ、これはね。ライトを映して、そしてその遠くの UFO を同時に映しているということです。まあ、なんでしょうか、なんでしょうかということなんですけども、ね、こうして遠くにピント合わせてみますと、こうしてそのまあ同じように球,形球体型ですよね。これはまあどう考えても球体型の UFO ですわね、が空を飛んでいる。まあ、これについてもですね、しかし、冒頭で言いましたように、 UFO か UFO でないかっていうことになりますと、やっぱりその動画の出どころなんですね、問題は。出どころが怪しいともう一歩も前進めないんですね。さらにこれが2013年の11月17日に、まあ、作ったあビデオです。これは最初に作ったビデオですけども、ナンバー551です。えー、森本悟さ,さんが最初ですね、林さんこんなもの映ってるよってと形で届けてくださいました。はあ、で、まあその時、 批判されるということはとても大,大切なことでね、まあ、批判されて初めて気がつく部分もありますからね、先ほど言いましたように、まあ、紐というものは私は気がつきませんでしたけども、紐があるからこれは風船だって言われましてで、調べ直してみたんですけど、紐が途中でプツンと途切れてるんですね。そしてその紐の伸びている先には、なってますか、高速道路があって、まあ、とても、ね、人がこう、 なってますか入って、あるいはその風船を、まあ、つなげてです、ね、上げてるという雰囲気ではなかったし、それからもしこれが風船でアウトするならば、巨大だということですよね。 先ほど言いましたように、宇宙から撮った写真ですから、高度500メートルでも100メートルでも一緒なんですね。あるいは高度20メートルでも同じなんですね。となりますと、この球体がですね、まさかね、衛星の近くを飛んでるということはありえません。これ、紐がちょっと見えますね、ちょっと左側にね。この紐を刺してですね、これは偽物で飛風船だというふうにと、えー、主張なさった方がいらっしゃいますけども、あの紐が途中で途切れてますね。そして、そんな先には、まあ、なんて言いますか、紐をつなげているような雰囲気もないと。 そしてこれが、あの、ま、その物体なんですけども、まあ、高速で、下の自動車がですね、はっきり映ってるのに、どうして風船が、ま、高速で移動して、まあ、高速で移動すればね、ああぼんやり映るわけですけども、しかしあ、あの、Google Earth のカメラというのは、あのいわゆる三、三、 原色に分解して、えー、そして記録してますからね。赤、緑、青に。三色に分解して、そして、まあ、それをまた合成してこう表現してますから、もし高速で移動するものであれば、今言いましたように三原色に分解するはずなんですね。例えば、飛んでる飛行機なんかを映した Google Earth もありますけども、あの三原色に、まあ、三つの色に分解してますね。まあ、これが、ねまあ、クレアモントの地方面から、まあ、皆さんにクレアモントの様子を見ていただいてるんですけども、まあ、こういう形で映っていると。 まあここにもあるということですね。ですから、この大きさで、宇宙から見たこの大きさに見えるということは、この家の大きさの何倍もあるということですね。カメラがですね、下の方であれば、あるいはもっと風船の飛んでる高さのところにカメラがあるようであれば、それはあの大きく映るということはありますよね、近く。それからこ、のこの写真に騙されてはいけないのはですね、Google、ま、Earth、ああの,の写真というのは、空から撮ってそれをペタッと焼き付けますので、ね、3D に撮っている部分は別として、こうしたその まあ、UFO らしき UFO ですよね。UFO はですね、地面にペタッと貼り付いているように見えて、そのドーム型に見えるんですよね。しかしこれはドームではなくて、宇宙から撮った写真を焼き付けて、それをまた平面に直して私たちが見るものですから、このように地表面に貼、まあ、り付いているように見えるわけですけども、これ貼り付いているわけではありませんね。例えばスカイツリー、東京タワーをですね、まあ、あの視点を下ろってみますと、ペタッとその地面に貼り付いて見えますからね。それと同じ現象でして、これは別に地面に貼り付いているわけではありませんよ。あの空を飛んでいる。 ま、地面に張り付いているって可能性はまだありませんわね。下に家があるわけですから。ですから、ま、空を飛んでいてもこのように見えるということです。まあ、クレアムントの上空の UFO ということになります。で、この、先ほどこの UFO とですね、まあ、あの、冒頭で紹介しました UFO と大変まあよく似てるということですよね。えー、まあ似てるというか、ま、いわゆる口の、島の,の UFO 言いますかね形。 それから雰囲気です。これですね、あの、右の方が、左の方が太陽光線で、で、左の方もやや光ってますよね。ですから、ちょっと光り方が不自然だなと、まあ、白い風船ってことはありえないということです。まあ、しつこいですけどもね。まあ、これもあの、ここのところにも映ってるんですけども、なんとなく半透明型のような感じもしますね。これはあの、下の家の影と比べてみて、見ていただくとわかりますけども、この双方に光がこう出てるってことですよね。ですから、これ自体もややこう光ってるってい可能性があるっていうのを私は考えています。 この辺はやや緑、青いっぽい光が右に出てますから、高速で移動している可能性は確かにありますね。それは、あの、下の走っている自動車よりも速い、はるかに速いスピードで、まあ、あの移動しているそうそう。そうした場合には、光がこう分解といいますか、分光する可能性があります。最初に青が分離するわけですね。まあ、このようにクレアモントの飛行機と、まあ、あの似,て似ていると、まあ、似ているというか、口の選ぶ島の,その火山、 の爆発の時にね、現れたその UFO と似ているということで、今皆さんに紹介してます、ね、まあこうしたものが出てると。これはあのー、あののフォートワースのまあ攻撃された時のもうですね上空に、まあ、それはそ,あのそちらの方で分析しましたけども、やはり同じような UFO が出ているということなんですね。じゃあ、この UFO は何かと言いますと、まあ、チャールズ・ホール氏があ ミレニアムミレミアムホスピタリティという本の中で紹介といいますか、暴露している UFO のいわゆるスカウトシップの形と大変よく似ているということですね。まあ、これじゃあ大変球究対法ですけど、まあ、これはあの横から見ているからかもしれません。まあ、ともかくも、あこうしてまあ比較していますとですね、まあ、以前はクエスチョンマークがついていた。ここなんですね。今あのー ピン,ピンマークがついてますねでこれは UFO が飛んでいるところを、まあ、ピンしてみたんですけども、このようにまあ変態らしきものを組んでいると、まあ、そういうふうにも解釈できるわけですね。で、まあ、西からまあ東の方とね一列に並んでいるってことなんですよね。で、まあ全体として私はあの今度の口の選ぶ島の,の UFO についても言えることなんですけども、まあ、私が気になるのはです、ね、こうして UFO がです、ねまあ、堂々と出てきたってところがちょっと心配なんですね。 あの、別の意味で、その、なんて言いますか、人間にとって危険なことと私は考えています。まだ、まあ100、100%ね、ぶ、口の選ぶ島の火山時の爆発時に出てきたあの UFO がですね、本当に100%エイリアンの乗り物、すなわち UFO であるということは、これはあの、断言できませんが、仮に100%ということになりますとね、エイリアンたちが人間には遠慮しなくなったということを、 を意味すするわけですまあ、人間に遠慮しなくなったってことは、まあ、人間でもど,どうでもなれって,て感じですよね。例えば、まあ、私たちがですね、あのアフリカの自然動物園なんかな,なんかですとね、まあ、動物に隠れて動物を見るっていうんじゃなくて、まあ、構えしないから見つかってもいいやってな感じでねあの、見るっていうのはちょ,っとちょっと違うんですね。人間との距離が、なんて言いますか、近づいたというよりも遠ざかったというか、遠ざかったというよりもなんて言いますかね、人間を突き放したような感じ、印象を私は持ちます。いかがでしょうか。まあ あの最初の冒頭の話に戻りますけれども、今まで、まあ、たくさんの、ね、UFO の動画を見てきましたけれどもね、この口の選ぶ島の火,火山の爆発時に現れた UFO はですね、まあ、私たちが見る、今まで見てきた UFO とは一線を画すものであるということですね、小さくて見えにくいかもしれませんけれども、まあ、そのいわゆる情報の出どころがです、ね、確かであるという点で一線を画す、そのまあ、ですからその UFO をです、ね、分析するということは大変重要なことだと思いますね。そういうい 意味であの、この動画は大変、まあ、私たち日本人にとってもですね大変重要なビデオだと私は考えています。いかがでしょうか今ちょっと東京タワーなんか見ていただきましたけどもこれはあの東京タワーなんかでもですね Google Earth、まあ、上ではペたんと貼り付いて見えるとですからこの、まあ、UFO がですね貼り付いて見えるとしてもこれは貼り付いているわけではありませんよということです。まあ、続くビデオどうかご覧ください。Thank you and bye for now.